球。生命体の存在が確認されているただ一つの星。地球と他の星は一体どこが違うのか。その答えは遥か遠い過去に。最初の人類が現れ、大陸同士がぶつかり合い、恐竜たちが存在する時代。海に潜ればそこには妙な形をした生物。全てが凍りついた氷河期の世界。ミサイルのように宇宙から降り注ぐ隕石。さらに時を遡り、地球が誕生するその瞬間へ。僕らの星、地球の驚くべき物語を体験していこう。そして僕らがどうしてこの星に生きるのか、その謎を解いていく。およそ50億年前から旅を始めよう。でもこの時はまだ美しく青い僕らの地球はない。この生まれたての星が僕らの太陽。その周りには塵があるだけ。君がこの空を見たらどう思うのだろう。時を遡りすぎたか。地球はまだ形すらできていない。時を早めよう。互いが持つ引力で塵が集まり石となる。宇宙に舞う塵と石。惑星とはどんなに複雑に見えても形成しているのはその2つのみだ。数百万年かけ引力が石を集めてできたのがこの地球。太陽の周りを回る無数の原始惑星の一つ。45億4000万年前の地球。今の面影はなく、まるで地獄だ。ここは摂氏1200度以上。存在するのは二酸化炭素、窒素、そして水蒸気。近づくものを待ち受ける結末は灰になるか窒息するか。生まれたての地球は溶けた石が波打つ灼熱の球体。溶岩の海が広がるばかり。テイヤが落ちてくる。火星ほどの大きさか。落下するテイヤの引力で地球の表面が歪んでる。
衝突の衝撃波が地球全体を飲み込む。液体化して2つの惑星は混ざり合い、大量の破片が宇宙へと飛び散る。これから千年にわたり引力が魔法をかけ続けるんだ。飛び散った高温の塵と石が地球の周囲を回りリングを作る。やがてこのリングから直径3000キロを超える球体が生まれる。この球体こそ月だ。地球との距離はかなり近い。わずか2万2000キロほど。今では40万キロ近く離れているのに。温度が下がり始めた地球に太陽が昇る。そして3時間後には沈む。衝突の衝撃で自転が早まっているんだ。1日はわずか6時間。それでも地球の変化は穏やかだから、一気に何億年か時間を飛び越えよう。太陽系に散らばる破片が未だに地球へと落ち続けているのか。なんだこの結晶は。塩の結晶か。わずかだけど水分も含まれてる。地球を激しく攻撃する隕石に命の源があるということか。隕石一つに含まれる水分は微量であっても、2000万年以上もそれが降り注げば水量は増えていく。地球のコアは液状のままだけど、水がたまる硬い大地の温度は摂氏70度から80度ほどに冷えてきてる。これで地殻ができていったんだ。僕らはこの時の水を飲んでいるのかもしれない。あらゆる水は数十億年前から存在している。もしかしたら僕も君も隕石と一緒に遥か彼方からやってきたのかもしれない。
見た目は今の地球に近づいたけど、地表はまだまだ危険な状態だ。吹きすさぶ風は今のどんなハリケーンよりも強烈だ。自転が速いから嵐も超巨大化している。それに月との距離が近いから月の引力で巨大な波が。時とともに月は遠ざかり、波が静まって自転の速度も緩やかになっていく。誕生してから7億年経った地球、見えるかい？この地球を覆っているのは命をもたらす水。水だけじゃない。なんだ、小さな島だ。どうやってできたのだろう。来るぞ。海の中から溶岩が噴き出した。やがてこの溶岩が冷え、火山島が形成されるのか。そしてこの先、島々が集まって大陸ができるんだ。原始の地球に水と大陸がもたらされる。この景色は君の知っている地球に近い。だが大気は違う。有害で焼けるように熱い。まだ生命は存在できない。これまでになく激しく降り注ぎ始めたな。隕石の軌道に何らかの乱れが生じたからだ。隕石は地球に水をもたらしたけど、それだけじゃなかった。海に落ちた隕石から鉱物が溶け出してる。炭素やタンパク質の元となるアミノ酸も宇宙から海底へ運ばれた。真っ暗だ。水深300メートルを超すと太陽の光は届かない。水温も凍るように冷たい。何か見えるかい？蜃気楼だろうか？海底に並ぶ煙突。そこから出ているのは煙ではなく熱い液体。近くの割れ目から地球内部に入り込んだ海水が温められ、同時に鉱物やガスを取り込む。熱水となり再び海中へと噴き出す道がこの熱水噴出孔。隕石からの鉱物や化学物質を含んだ水、それが地球内部の物質と混ざり合う。いつどのようにかは分からないけど、海中の化学物質が結びつき生命が誕生した。
海中を満たす微生物。最初に誕生したのは単細胞のバクテリア。この星が他の星との違いを持った瞬間だ。微生物たちが増殖していく。でもそこから数億年の間変化はなかった。微生物たちに進化は見られない。地球は単細胞バクテリアのみが住む星だったんだ。もう少し複雑な生物にはもう少し時間を進めないと出会えないか。目指すのは35億年前。石のようなものがある。植物か。君はこれが何かわかるかな。これは生きたバクテリアのコロニー、ストロマトライト。このバクテリアたちは太陽の光から養分を作る。まるで魔法だ。光合成と呼ばれるこのプロセス、太陽光の力で二酸化炭素と水から合成されるのはブドウ糖。単純な構造の糖類でコーヒーに入れる砂糖のようなものだ。この魔法のプロセスで副産物が生まれた。このガスは酸素。海の中にゆっくりと酸素が満たされていく。次に起きているのは鉄分の酸化。錆びついた鉄分が海底に積もって豊富な鉱石となる。後の僕らはそれを使い橋や船や高層ビルを作るんだ。酸素で大気が変化した。ストロマトライトが作り出したのは地球の生物に不可欠なもの。ストロマトライトがいなければ地球は死の星のままだっただろう。呼吸ができるこの星、太古のバクテリアに感謝しよう。20億年ほど飛ぼう。大気中の酸素濃度は上がり続けている。地球の自転速度は落ちて一日が長くなった。この頃一日は16時間ほど。気が遠くなるほどの時間をかけて星はできていくんだ。今から15億年前、地球誕生から30億年、未だ複雑な生物は現れない。植物も恐竜もそして人類も。だが地球は他の星と決定的に違った。全てを変えうる力を持っていたのだ。僕らの星、青く美しい球体、その表面に火山島が点在する。15億年前の地球にいたのは原始的な生物。
そして途方もない時をかけ島々を動かそうとする力。目には見えない海の底で地殻が割れ巨大なプレートが出来上がる。地球のコアは固まっていない。太陽の表面温度より高い熱、地殻の下のマントルを動かしている。プレートが押されたり引っ張られたりする。結果その上にある海や島が移動するのだ。何億年もの時を一気に飛ぶとこの星が激しく動いているかに見える。まるで生き物のようだ。プレートができて4億年後、広大な超大陸が出来上がる。ロディニア大陸。浅瀬では20億年以上にわたりストロマトライトが魔法の力を振るって酸素を大気中に放出していた。この頃には気温は30度、1日は18時間に。まだ地球というより火星に近い風景。生命と出会うためさらに時間を飛ぼう。アメリカのワシントン州。ただし7億5000万年前。うわ、大陸が分裂しそうだ。こんなことができる力を持つのは熱だけだ。コアからの熱が地殻を押し上げる。少しずつ少しずつ長い時をかけ超大陸は2つに裂けた。この強力な地質活動で火山帯が作られたのか。火山から二酸化炭素が放出される。煙とガスが充満した。酸性雨。二酸化炭素が水に溶けたからか。岩がその雨を吸収して二酸化炭素を取り込んでる。この頃地上には多くの岩が存在。大陸が裂けた際に出現した。その大量の岩が大気中の二酸化炭素をも吸収し閉じ込める。太陽の熱を保つほど二酸化炭素の濃度は低くなった。わずか数千年で気温はマイナス50度まで急落した。凍てついた荒野。
6億5000万年前の南オーストラリア。スノーボールアースと呼ばれる時代が幕を開けた。地球史上最長で最悪の氷河期。巨大な氷壁だ。高さは数千メートル。なお成長を続ける。氷が増えるほど日光は反射されてしまう。さらに気温が下がり氷河が広がる。新たな氷壁。北極と南極それぞれから広がる氷河、それが赤道で出会う。氷の厚さは3キロ。厚い氷で閉ざされる地球。灼熱の塊だった地球が凍てつく氷の球体に。太陽の光もその熱も氷に跳ね返され宇宙に。しかし永遠には続かない。氷の牢屋から解放される時が来る。果たして氷の下で生き残った生命が姿を見せるのか。氷に覆われた地表だが、コアの温度は太陽の表面より高い。火山の噴火は氷河期でも続いている。でもまだ氷河を消すほどの力はない。噴火の時、大量の二酸化炭素が放出。氷河期以前はほとんどが岩に吸収されていた。だけどその岩は氷の下。二酸化炭素は吸収されないから大気中にたまるだけだ。二酸化炭素に覆われる地球。熱が逃げず気温が上がって、1500万年が経つ頃には氷が溶け始めた。スノーボールアース時代に氷に押し下げられていた地殻、それが溶けると地殻はせり上がる。その時割れ目ができ、火山活動が活発化する。二酸化炭素がさらに放出され、気温がどんどん上がる。氷の融解は加速。酸素濃度も上がる。氷が溶けるときに化学変化が生じて、また酸素が作られた。氷の中の水素分子が太陽からの紫外線に反応し、酸素を豊富に含む化学物質を形成した。それが過酸化水素。氷が溶け続けて過酸化水素も分解、大量の酸素を作り出している。
球が目覚める。世界が一変した。今から6億年前、気温も上がってまるで夏のようだ。1日は22時間。水も豊富にあって、生物には最高の環境。スノーボールアース以前は海中には原始的なバクテリアがいたけど、氷河期は人類の歴史の75倍の長さ。果たしてその間生き延びることができたのか。もし生き残りが見つかるとしたら、最後に存在を確認できた場所、海の中だ。今度は5億4000万年前の酸素が豊富な海。バクテリアは進化を遂げていた。長い氷の時代を生き延びた一握りの生物、植物が至る所に。あれは見えるかい？鎧を着たナメクジみたいだ。ビワクシア、新しいタイプの生物。複雑な構造を持つ多細胞生物が登場している。地球の歴史の中でも最も変化に富む時代、カンブリア爆発に突入するんだ。酸素量が上がるにつれ、生物は大きくなって骨格のようなものが形成される。イモムシのような生物、海面動物、あれは三葉虫。昆虫やエビ、そしてサソリの遠い親戚。多様な生物が存在する。目に見えないようなバクテリアも。うわっ、こんな怪物まで。君は知っているかい？アノマロカリスだ。巨大な目と鋭い歯に自在に伸びる触手。獲物は逃がさない。無防備な腹が食い破られてる。最初の脊索動物と考えられている。長い年月を経て
この単純な構造が人間の体を支える脊椎へと進化したんだ。死の世界が広がると思っていた海中、でもそこには生物があふれていた。三葉虫が這い回り、怪物が泳ぐ。見慣れた姿の生物も登場し始める。海の中には植物も動物もすでに無数に存在した。生物の進化は止まらない。4億6000万年前、再びプレートが動いた。そして新しい大陸ができる。ゴンドワナ大陸だ。気温は30度、酸素濃度も僕らの住む現代に近い。大地を植物が覆い、生物が存在してもおかしくない。だが違う、わずかな藻類が点在するのみだ。考えられる原因は一つ。太陽。降り注ぐ放射線が生物の存在を拒んでる。複雑な構造の生物は陸上に上がることができない。だが地上50キロ、放射線が大気に突入する場所で不思議な現象が起きてる。酸素が太陽からの紫外線と反応、違う気体へと変化していた。それがオゾン。地球をすっぽりと覆い始める。オゾン層は有害な放射線を吸収してくれてる。1億2000万年の時間を経て、オゾン層は厚さを増し、地上に降り注ぐ放射線量も減少していった。君は知っていたかい？オゾン層がなければ陸上に生物は存在しなかっただろう。こうして放射線を防ぐバリアを得た生物は地上へ。この群生する苔のようなものが最初の植物だ。植物が大気中に酸素を放出、濃度が急激に上がってる。3億7500万年前の地球、何かがいる。水の中だ。動いている。泳いでいるんだ。変わった魚、キクターリク。首を持ち上げることができるんだ。ヒレを足のように使ってる。
水中から陸上へ。それに植物も急激に増えてきた。1500万年をかけ四肢動物が進化する。足が丈夫になり陸上での活動時間も伸びた。3億6000万年前には陸上にその住処を得た。こういった生物があらゆる四肢動物へと進化する。恐竜も鳥類も哺乳類も、そして君や僕人類も。見渡す限り苔やシダが生い茂ってる。高さ30メートルにまでなるものも。種子が風に運ばれてる。この頃まで植物は胞子で増えていた。だけど単細胞の胞子は十分な水がなければ成長できない。でも種子は水から離れても平気だ。種子の中に養分と水分が蓄えられているからだ。胞子と違い、水がない場所でも生き延びることができる。そう、何年でも。小さな種子が地球全体に植物を運んでる。そして成長した植物がさらに酸素を供給。君も僕も呼吸できる環境、この時代なら生存可能だ。長い時を経て燃え盛る石と塵の塊は生命があふれる青と緑の星へ。人類はまだいないけど、魚は泳ぎ、植物が茂る。トンボだ。ワシのような大きさのトンボ、メガネウラだ。足が進化して羽に。この羽により餌場が一気に広がった。ヤスデにクモ、他にも多くの虫がいる。節足動物と呼ばれるこれらの生物はかなり早くから陸にいたんだ。何億年も前から存在した。現在僕らが目にする虫たちと姿が似ている。おっと。でも決定的な違いはその巨大さ。まるで巨人の国だね。2メートル近いヤスデに狼のようなサソリ。豊富にある酸素により呼吸効率が良くて、お、巨大化したんだ。これはヒロノムスというトカゲのような生物。君は知ってるかな？これまで生物は水中で産卵していたんだ。けれどヒロノムスの卵には成長に必要な水分や養分が含まれている。自分専用の池で育つというわけだ。非常に画期的な進化。
これで水場に拘束されることはない。行動範囲が広がる。ヒロノムスの子供が先駆者となる新しい種類の生物、爬虫類の誕生だ。生物には避けられない運命がある。それは死。枯れた植物が重なり合い厚い層を作ってる。数億年も経つとこの層は岩石に覆われる。地中からの熱と岩石の重みで枯れた植物の層は石炭へと変化する。今現在火力発電なんかに使われている石炭は3億年前に枯れた植物なんだ。腐敗した植物にも見えない場所に生命が潜む。種が芽吹き枝を伸ばし緑の世界が復活する。生命が地球を征服したんだ。シベリアの平原で草をはむ群れがいる。恐竜ではないな。恐竜が出現するのは2000万年先のこと。だが巨大だ。生物の大型化が進み、小さかったトカゲの子孫も大型爬虫類に。このスクトサウルスはカメの遠い親戚だ。それでも草食ということは、肉食生物はどんなに凶悪な姿なのか。いた、ゴルゴノプス。非常に凶暴で獲物は逃がさない。その鋭い牙でスクトサウルスを襲う。あえて手は出さない。出血で弱るのを待っているんだ。どうした？何かが起きている。地面が熱くなったのか？うわあ！地中からとてつもない圧力。溶岩だ。ただの火山噴火じゃない。一体から溶岩が噴き出している。溶岩の洪水。地中深くから大規模なマントルの上昇が発生し、地表を破って溶岩が噴き出した。
緑の楽園が地獄に姿を変える。スクトサウルスもゴルゴノプスも死んだ。しかしこれは単なる序章に過ぎない。先に待つのはペルム期末の大量絶滅。ゴンドワナ大陸の反対側は何の変化もない。雪？いや、気温も20度ある。雪ではなく火山灰だ。1万6000キロ先の噴火の影響か。火山灰で焼け死んだり窒息したり、世界中で命が失われていく。噴火で二酸化硫黄が大気中に充満。雨に溶け出し硫酸の雨となって降り注ぐ。あらゆるものを溶かしていく。とある場所で始まった災害、それが地球規模の大災害に。シベリアで起きた噴火で地球の二酸化炭素濃度が上昇。気温も上がり、水は蒸発。植物も絶滅。繁栄していたはずの地球上の生命。だが、それは見せかけだったのか。陸に生物の気配はない。海の中は海がピンク色に。中を確かめよう。海藻も三葉虫も捕食動物もいない。ピンク色の藻類だけが揺れている。気温の変化で海水温も上昇し、酸素が欠乏した結果だ。この淀んだ海で生息できるのは藻だけ。シベリアでの噴火で地球環境が一変。その影響は海の底にまで及んだんだ。泡が見える。酸素ではなくメタンガスの泡。海底の下にある巨大なガスだまりから出ているんだ。メタンガスによる温室効果は二酸化炭素の20倍。これまで凍っていたメタン化合物が海水温の上昇に伴って溶け出している。大気中に放出されたメタンガス、気温はさらに上昇する。40度近くなる気温。シベリアの大噴火前より6度も上昇。残った生物の命も絶望的だ。最初の噴火から50万年。その間ずっとこんなにも長い間溶岩は噴き出し続けた。実にアメリカ合衆国に及ぶ広さを厚さ6キロの溶岩が覆う。
95% の生物が絶滅。わずかに生き残った生物は地中に住み、より好みせず何でも食べた。ほぼ全てのものが姿を消した。2億5000万年前、地球は振り出しに戻った。ほとんど生命の存在しない惑星。君はどう思うだろう。物がほぼ死に絶えてから5000万年経った地球、様相も変わった。今から2億年前の姿、北極から南極に至る超大陸パンゲアが広がっている。大量絶滅の傷も癒されつつあった。気温は安定し始めたし、酸性雨も緩和されて緑がよみがえった。95% の生物が死滅したため、新たな種が繁栄する余地が十分にある。そこに現れたのが、かつてない力を持つ支配者。恐竜だ。アンモサウルスか。他の恐竜と同じく絶滅を免れた一握りの爬虫類の進化した姿だ。その高さは 4.5 メートルまで及ぶ。そのため動きは鈍い。格好の標的だ。あれはディロフォサウルス。2頭来た。小型だが速いぞ。1頭では食べきれないだろうが、2頭だったら問題ない。地上を支配する恐竜たち。だがどんな種であっても地球の絶え間ない変化は止められない。地殻が薄くなっている場所から地震が起こり、溶岩が流れ出す。目に見えない力で広げられているようだ。現在の北アメリカ大陸東海岸沿いにこの現象が見られる。プレートが再び動き出した。1億9000万年前、ついに超大陸パンゲアが分裂する。そのちょうど分かれたところ、新しい海、テチス海だ。現在の中東にあたる場所。潮の流れによって海中の養分が打ち寄せられた場所が現在のサウジアラビア、イラク、イラン。養分に引き寄せられ数多くの魚が集まってる。
生物が集まれば当然死骸も。魚やプランクトンの死骸が海底に積もっていく。そして1000万年の間、土砂に埋まり温められ続ける。古代の魚やプランクトンから原油ができた。車を走らせるガソリン、プラスチック製品、壁に塗られた塗料、カーペットに石鹸、それらの原料はこうして作られたんだ。目の前に広がる1億8000万年前の地球。北米プレートはユーラシアプレートと離れ、西へと移動を続けている。その動きはとても遅い。1年の移動距離は 2.5 センチほど。君の爪が伸びるのと変わらない速度だ。そこで早送り、新たな海や大陸ができる様子を見よう。モントリオールがマラケシュから分離、ニューヨークが西アフリカから離脱、見慣れた地形へと変化していく。2つの大陸の間に出現した巨大な海、これが大西洋。その真ん中に火山が浮かび上がる。以前にもプレートの移動はあった。地殻の下深くで起きる対流が引き起こす現象、それが今ここで起きている。海底が真っ二つに裂け盛り上がり、火山性の山脈が作られてる。ヒマラヤ山脈よりも高く、ロッキー山脈より長くなった。海水温も上昇。地中深くから溶岩が湧き出すからだ。溶岩が冷え、新たな火山性山脈が出現。そして新しい海底もできる。これがプレートを動かし、パンゲアを分裂させた力、世界を作り変えてきた力だ。こうした地質活動によって地球は休みなく変化を続け、特別な星となる。地球が変化するたび、生物はその環境に適合し進化する。そのいい例が彼ら、イクチオサウルスだ。祖先は陸にいた爬虫類だが、この星の変化に合わせヒレが発達、できたばかりの大西洋に移り住んだ。体長は6メートルほど、時速40キロで泳ぐ。海の中では誰よりも早く泳ぐ最強の捕食者。5000万年もの間、海を支配し続けた。
支配者の座を狙う相手が登場。プリオサウルスだ。バスより長く、トラックより重い体。強力な顎はホホジロザメの8倍の力。その歯は30センチもの長さだ。地球も、そしてそこに住む生物も大きく変化してきた。かつて大陸があった場所に今は大西洋が広がる。アンモサウルスが草をはみ、ディロフォサウルスが獲物を追っていた場所だ。こうして環境が変わっても恐竜は繁栄し続ける。その支配は永遠かと思われた。このネズミのような哺乳類、1億8500万年前の大量絶滅を生き延びたほんのわずかな哺乳類の子孫だ。恐竜にとっては餌、餌食にならないように多くは木の上や地下で暮らす。動くのは夜の間。恐竜には取るに足らない存在だ。うわっ、恐竜に敵はいなかった。そう、この地球には宇宙から巨大隕石が接近。直径およそ10キロもある小惑星、エベレストより大きい。時速7万キロ以上のスピードでまっすぐ地球にやってきた。向かうのはメキシコ湾、ユカタン半島のすぐそばだ。とてつもない速度。このままでは衝突の瞬間を見逃してしまう。スロー再生で見てみよう。君にも見てほしい。世界が一瞬で変わるんだ。衝突の瞬間、隕石の最後部はまだ高度1万1000メートル地点に。想像もつかないような凄まじい衝撃。あらゆるものが破壊される。隕石自体があっという間に消え去った。衝突の際に放出されたエネルギーは核爆弾の数百万倍。安全な場所などない。上空も危険だ。一つの町ほどの破片も飛んでくる。
衝突地点から破片を含んだ爆風が広がっていく。衝突から数分後、衝突地点から数千キロも離れた場所にさえあらゆる影響が出た。降り注ぐ岩石、絶え間なく続く地震、沿岸に押し寄せる津波、しかしこんなものは始まりに過ぎない。熱せられた石や塵が地球を包む。空全体が巨大な太陽のようになる。地表の温度は275度まで上昇。植物が自然発火を始めた。衝突から数ヶ月、立ち込める煙と塵で未だ太陽光が遮られている。太陽の光がなければ植物は枯れ、それを食べる動物は餓死する。この大惨事、果たして生き延びた者はいるのか。6500万年前、巨大隕石の衝突により恐竜は絶滅した。1億6500万年に及ぶ恐竜の時代が終わった。だが恐竜の絶滅は他の種にとってはチャンスだった。例えば哺乳類にとって、地下に暮らす彼らは熱や炎から逃れることができた。また何でも食べるので食糧難にも強かった。誰も予期せぬ恐竜の後継者だ。一つの物語が終わり、新たな物語が始まる。恐竜が姿を消し、君や僕の祖先にチャンスが巡ってくる。恐竜の絶滅した世界、平和な日々が続く。新たな世界で哺乳類は進化する。4700万年前のこの湖、現在のドイツにあたる場所、ここで哺乳類の進化が進む。これまでと違う哺乳類だ。目と脳が発達している。
学名はダーゲニウスマシラエ、イーダとも呼ばれる。僕らと全く違う姿。しかし化石を調べてみると、彼らは猿や類人猿、そして人類の祖先の可能性がある。4700万年の進化の時を遡り、僕らの最も古い祖先と考えられる生物と巡り会えた。この湖は火口にできたもの。有毒なガスも発生する。イーダの死骸は酸素の少ない湖の底で保存された。そして湖が干上がり、イーダは化石となった。その化石を僕らが発見する。そしてこの原始の霊長類に人類の起源を見出す。物語の始まりを感じる。いよいよ君や僕のいる時代に近づいてきた。海中のバクテリア、陸を歩く魚、そして地下に住む哺乳類へと続いた道は僕らにつながる。地球が今の姿になった過程を見てきた。4700万年前、今と変わらない大気、気温は摂氏24度、1日は24時間にわずか足りない。この地球は僕らの住む地球とほぼ同じだ。違いはわずか。プレートが再び動き出した。その上には大陸が乗っている。インドがアジアに向かい北上。2つのプレートがまっすぐにぶつかり合う。こちらも引かない。プレートが曲がり始めた。それまで海だった場所が2500キロにわたり隆起する。巨大な山脈が1500メートル、4500メートルと徐々に高くなる。いよいよ8000メートルを超えた。これがヒマラヤ山脈。その中で最も高い山がエベレスト。頂上はジェット気流にまで届く。旅客機が飛行する高さ。
山に積もった雪が溶けると、その雪解け水は川へと向かう。ガンジス川、インダス川、長江、黄河へ。ヒマラヤ山脈は巨大な水がめだ。水が流れ込む川の流域には人類の半数が住むことになるのだから。2000万年前、宇宙から眺める地球、大陸も海も今と同じ姿だ。だが、未だ誕生しないものがある。それは、僕ら人類。人類誕生には、何かしらの変化が必要だった。アフリカプレートの東側、プレートが押し上げられ、巨大な亀裂が現れた。6000キロにも及ぶ亀裂。これに沿って山脈ができた。類人猿か。人類ではない。一生を木の上で送るのかもしれない。だが地球は変化する。山脈が壁となり、インド洋からの湿った風を遮った。気温は上昇し、大気は乾く。熱帯雨林がサバンナに姿を変える。そこに住む生物の生活も一変した。食料を探すため長距離の移動が必要となる。手を地面について歩くのは不便。こうして二足歩行が始まるんだ。人類にとって最も重要な変化。東アフリカに広がる山脈、これが二本足で歩く原因か。なんて不思議なんだ。二つのプレートの動きは偶然。そこからさまざまな変化がもたらされ、最初の人類が誕生したのかも。君にも知ってほしい。一緒に歩く男性と子供、まるで現代のような光景。だが150万年前だ。彼らは初期の人類、ホモエレクトスだ。僕らと同じような足跡。現代に至るまでの文明、そこに生きた人々、偉大な発明、立派な思想、そして君も。複雑で素晴らしい人類の歴史は、全てこの時代、この場所から始まった。再び気候が変化する。7万年前の地球、海面の水位が下がった。
アフリカとアラビアの間の航海は13キロまで縮小した。狭く浅くなった航海を渡り、アフリカから出るグループ、このグループが後のホモ・サピエンス。無事に航海を渡りきる。科学者たちは現代の人類の祖先はこの時にアフリカを離れた200人ほどだとしている。時が経ち、僕らの祖先はその数を増やし各地に広がる。インド、アジア、そしてヨーロッパ。人類が北上していた同時期、巨大氷河が南下を開始した。寒冷化したのだ。真夏だというのに草木も、そして川も凍りつく。自然の変化、つまり地球の軌道、二酸化炭素濃度、それに海流が変化したため地球の気温が低下した。地球とそこに住む生物は新たな氷河時代を迎える。北半球ではまるで高層ビルのような氷河が1日30センチずつ拡大。ゆっくり、しかし強力な力で氷河の移動とともに大地は削られる。そして大きな窪地ができる。地形が変わっていく。およそ2万年前に氷河の進行は止まる。北半球はほぼ氷に覆われていた。その厚さは 2.5 キロにも及ぶ。大量の水が氷になったため水位は下がる。2万年前、シベリアとアラスカの間に広がる海に細い陸地が出現。まるで2つの大陸を結ぶ橋。この橋を渡り、人類はアジアから新天地、アメリカへ。最後に残された大陸へと人類の大移動が始まる。この時の人々が最初のアメリカ人だ。氷河が削り取った巨大なくぼみ、そこに水がたまり北アメリカの五大湖となった。6000年前、氷河は南極と北極付近まで後退。45億年にわたる旅が無事終わった。現代の地球、僕らの星、地球の歴史、そこには数々の波乱が満ちていた。君にも知ってほしいんだ。
宇宙でどのように発生し、命を育む水がどこから来たのか、大地がなぜできたのか、そして生命の誕生も、自然災害と偶然が結びついて生まれた奇跡。繁栄と滅亡を繰り返し、生命が進んだ道のり、その先に今の僕らが存在する。地球の物語はまだ終わらない。この先もさまざまなことが起きる。地球は少なくともあと45億年は存在するとされる。つまりここまで見てきたのは物語の半分に過ぎない。未来には何が待っているのか。どんな奇跡を、災害を、そしてどんな不思議な生き物を地球は見せてくれるのか。この地球の物語、続きを楽しみに一度帰ろう。